新潟河のページェントとは、新潟県新潟市中央区で、毎年年末年始に行われる、イルミネーションイベントのことである。新潟における冬の風物詩として定着している。新潟駅、南口ロータリー及び隣接する新潟市道駅、南線の街路樹を約26万個の豆電球により、電飾する。特にケ通りでは、幻想的な光のトンネルが、 東西 1km にわたって形成される。新潟港のページェント実行委員会の主催、新潟市南商工振興会の共催で、運営はすべてボランティアによって行われている。ハッピーマンデー制度施行後の点灯期間は、1月の成人の日までの年末年始1ヶ月間となっている。2010年度を例にとると、 点灯期間は12月10日から1月10日であり、例年初日は金曜日、最終日は成人の日のため月曜日となる。点灯時間は夕方から新潟駅にの上越新幹線最終列車が到着してしばらく後まで。2008年度の例では17時 -24、20、2010年度のそれは17時 -24、10、1991年から 新潟市が150万円の補助金を交付し始めた。その後数度増額され、近年は500万円になっている。1986年から仙台港のページェントは始まっており、新潟港のページェントはその次の年から始まっている。名称及びロゴタイプにおける、ローマ字、漢字、金の使い分けが同じであり、欅並木に伝職するという点でも、両イベントは共通する。 ただし、ケヤの電飾方法やイベントの規模に大きな違いがある。なお、仙台港のページェント実行委員会をサポートしている仙台市の工業会社の GIP が新潟港のページェントが始まる前から光のページェントの商標の登録、管理を順次開始している。このため、新潟港のページェントの関連グッズを作成、販売する場合は、 仙台港のページェントの知的財産権を尊重しなくてはならない。ありがとうございます。